この寝技の展開もあったんですね。全然記憶なかったですけど、この試合で勝ったか負けたかでは柏木さん運命は変わってたんですかね。どうでしょう、変わってたんじゃないですかね、やっぱり一発目から日置初選手やって、はい、KO 勝ちするってやっぱすごいことだと思うんで、うん、ちょっとすごいですよね、はい、そして一方立ち上がって逃れていった朝倉未来です。左のハイキックだ、カウンター切りに決まりました。